モナクカバキチは、福山競馬などに所属したアングロアラブ種の競争馬生涯勝利数は、55を数え、これは、地方競馬全国協会が設立され記録を、取り始めた1962年以降では、最多勝利数を記録している。2002年6月に、初めての重賞価値を果たす。当時の競馬雑誌、ハロンでは、 デビューから一度も掲示板を外していない、堅実派と紹介されている。途中佐賀競馬場、金沢競馬場、名古屋競馬場、荒尾競馬場を転戦し、重賞を2勝している。2008年3月に、荒尾競馬場で47勝目を挙げ、勝利数が当時現役であった、エスケープハッチに次ぐ、単独2位となった。2008年9月からまた、 福山競馬場で走り、2011年7月24日に54勝目を挙げ、エスケープハッチの記録に並んだ。同年9月には、通算200戦目を完走した。2012年7月14日、福山競馬で、地方競馬最多となる、通算55勝目を挙げたこの勝利は日本における、荒系競争馬最後の勝利となった。 2012年8月5日体力の衰えを理由に引退が決定。同年8月12日、福山競馬場において勝ち星と同じ55のゼッケンをつけて引退セレモニーを行った。引退後山梨県小須田牧場で余生を過ごす。ありがとうございます。